はい、大事視点ですね。この動画でご紹介しますのは、OG の作家さんですね、瀬下あずささんですね、日本画家ですね。動物を主に描いてるんですけど、これとか面白いですね。遅い朝というタイトルですけれども、なんか眠いんですね。布団をかぶってまだ起きないよって、あと5分みたいな、積もり積もって50分みたいな感じですね。こちらちょっと両サイドにこう飾ったのは、両方とも雨の情景なんですよね。動物と雨の情景ってあまりこう見ない作品ですね。こんな感じですが、こう雨が降っていて水たまりがこうあるという形ですね。こちらもそうですね。面白いですね。ワンちゃんは水たまりに足入れてますけど、猫ちゃんは水たまりにいない。猫ちゃんね、水嫌いですからね。こちらはこう雨から避難してる感じでしょうか。ちょっと高いところにいて濡れないようにしてる感じですね。そしてセシムさんはあとね2点、本当にこう手のひらサイズの作品が、こんな感じのがありますね。ちょっとわからないでしょうか。撮ってみましょうか。こういう作品ですね。こちらがはい、なんかね、子犬がこちらを興味深く覗き込んでるような形ですよね。ご自身もね、あのワンちゃんも猫ちゃんも飼われていて、とてもその動物が大好きな方なんですよね。こちらです。在廊することがねできないので、代わりに紹介しましたけれども、ウェブとかもねございますので、またそちらでご確認いただければと思います。はい、瀬下あずささんのご紹介でした。